60歳以上のシニア世代は今すぐ確認。働きすぎた人の末路。働く上で知っておいて損はない制度。人生100年時代となった現在、65歳、70歳の定年退職と老後の生活が変わりつつあります。それだけ元気なシニアが増えてきているのも事実です。多くのシニアは年金がもらえるようになっても働きたいと考えています。そこで今回の動画は60代以上のシニア世代が働く上で知っておいて損はない制度。1. 生涯現役を希望するシニアが増加中。 2. シニア世代が知っておきたい制度は。 3. 年金が停止されずに働く方法とは。の3つの項目についてご紹介します。 1. 生涯現役を希望するシニアが増加中。内閣府の平成29年版高齢社会白書によると、高齢者を対象に、いつ頃まで収入を伴う仕事をしたいですかと調査した結果、高齢者の就労希望年齢については、働けるうちはいつまでもが 42%、70歳くらいまでが 21.9%、65歳くらいまでが 13.5%。このように、願わくば、定年後も働き続けたいと高い就業意識を持っているそうです。実際に60代後半の男性は約 53%、女性も約 33% の人が何らかの仕事をしています。企業や団体も60歳以上の雇用を増やし、定年年齢の引き上げを図っています。次に高齢者の働き方や働く目的についてご紹介します。まず、高齢者の働き方の特徴については、正社員、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員、といった働き方を選ぶ人が多いようです。もともと社員として働いていた企業に、再就職として嘱託社員で入社したり、新規移転、パートのお仕事を探して就職する方も多くいらっしゃいます。次に、働く人の目的については、収入、老化を防ぐ、友人や仲間を得る、など、高齢者になっても働くことは、世帯収入がアップするほか、働くことで若々しくいられる、友人や仲間を得ることができるなどといったメリットがあるようです。2. シニア世代が知っておきたい制度は、シニア世代が働くにあたって、若い世代と大きく違うところがあります。それが、年金や保険などの制度の違いです。シニア世代が働くにあたって知っておきたい制度は3つあります。1. 社会保険。原則、75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象となるため、移行手続きが必要になります。75歳未満でも、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。2. 雇用保険。いわゆるハローワークに申請し、給付される失業保険。平成29年から65歳以上でも適用対象となりました。65歳以上でも転職するという前提の表れです。3. 在職老齢年金。年金給付対象者であっても、仕事をして厚生年金保険に加入している場合、年齢と合計収入額によっては、年金が減額、もしくは停止される制度です。60歳から65歳未満の場合、年金、基本月額は、年金年額を12で割った金額と、給与、総報酬月額相当額は、毎月の賃金足す年間賞与を12で割った金額の合計が28万円以上の場合、制度の対象となります。65歳以上の場合、
年金と給与の合計が47万円を超える場合、制度の対象となります。ここで重要になる制度は、在職老齢年金になります。働くことで、年金を全額もらうより収入が減った、ということになってはもったいないので、年金と給料を調整して、損しないように働くことが必要になってきます。3. 年金が停止されずに働く方法とは？それでは、年金を停止されない働き方は、一体、どのような方法があるのか。二つのモデルケースから、具体的に、どのくらい働くと、年金停止されてしまうのか紹介します。ケース1。年齢、63歳。老齢厚生年金の基本月額、16万円。年間支給額は192万円。パートの平均収入、月9万円。老齢厚生年金の基本月額16万円、足すパートの平均収入、9万円は、合計25万円。このように、年金と給与の合計が28万円以下のため、在職老齢年金の対象にはならず、年金は全額支給されます。ケース2。年齢、67歳。老齢厚生年金の基本月額、16万円。年間支給額は192万円。嘱託社員としての平均収入、月40万円。月給、30万円足す賞与、120万円割る12。老齢厚生年金の基本月額16万円、足す嘱託社員としての平均収入、40万円は、合計56万円。このように、年金と給与の合計が47万円以上となるため、年金が停止されます。年金カットの対象は、平均と比べて、かなり高給取りの印象です。フルタイムと同等以上の月給を得ている人が、年金カットの対象になることが多いようです。また、在職老齢年金とは、厚生年金にかかる制度です。つまり、仕事をしていても、厚生年金に加入していない場合は、年金カットの対象にはならないということになります。それでは、厚生年金に加入せず働く方法は、出勤数を正社員の4分の3未満に抑える。個人事業主の下で働く。5人以下で厚生年金加入義務のない企業で働く、など、年金カットを恐れすぎて働くのを諦める前に、自分が対象かどうか、カットされない働き方はないかを判断してください。いかがだったでしょうか。損しない働き方を意識すれば、60歳以上で働くメリットはたくさんあります。年金の受給年齢がどんどん後ろ倒しになり、金額も目減りしていく中、年金以外の収入を得ることができるのは、世帯収入としても大きなメリットです。さらに、60歳以上でも厚生年金に加入することで、この先、受給できる年金額を増やすこともできます。健康で働くことができる環境であれば、できる限り仕事をして、老後の資金を貯めて、ゆとりある老後生活が送れるといいですね。今回の動画は以上となります。このチャンネルでは、老後の有益な情報を配信しています。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また、次回の動画でお会いしましょう。